はいどうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回はこちらブロスペースをやっていきたいと思います。ということで今回は、1周年記念で、来ているこちらのね、ノーマルスカウト、期間限定ノーマルスカウトの、C ランク以上確定 S ランク、A ランクが登場するかもの方のノーマルスカウトを引いていきたいと思います。1回1000スカウトポイントで引けるということで、今回100連引いていきたいと思います。で、まああと一応8回も引けるので108連、まあ合計100、約100連引いていきたいと思います。いきましょう。確か B ランク以上が出ると止まるんだよね。まあ A ランクが出てくれればいいかなぐらいの気持ちで引いてきます。まあ早々 S ランクは出ないかなっていう印象だなので、でとりあえず B ランク以外は全部コインに変換していきたいと思います。はい、とりあえず10連で B が2枚ということで、まあ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 このぐらいの確率なのかなと思いますけど、まあとりあえず C ランク以上なんで、まあ、コインの獲得も多いし、まあ一応ね B に比べたら、うわでも B 全然出んね、なかなか出ないですね。もっと出ると思ったんだけど、いつもと同じぐらいのなんか確率な気がするけど、まあ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 とりあえず D は出ないんで、まあまあ A が出てくれれば嬉しいかな。 S が出たらもうめっちゃラッキーでしょ。おお、ああ2人か。まあでも B2 人ぐらいなのかな大体。まあコインもね結構不足してるんで、まあこの機会にね、まあ、一気に貯めれるっていうところで、まあ、全然ありかなと。でまあ経験値に変えるっていうのも全然ありだしね。ですね、まあまあこのスカウトが来るとは思ってなかったんですけど、まあ一応スカウトポイントね、まあ10万ぐらいあったので良かったですけど、まあなんとか10万集めたんでね、まあ、僕結構ね経験値とかそのレベル上げたいなって思った時にガーってノーマルスカウト引いて経験値に変えちゃったり、コインが足りない時にコインにしちゃったりしてたんで、ちょっとポイント足りなかったんですけど、なんとか100連は引けたので、まあまあまあとりあえず、おっ A ランク来た、シリーズ2のマスラ、オッケー。全然100連で1枚とりあえず、100連じゃないか、まあまだ100連じゃないけど、まあ、100連で3枚ぐらい出てくれたら嬉しいかな。残り50連いきましょう。あでも半分で50連ってことは、まあ A ランク2枚ぐらいの確率なのかな、100連で。さあでも演出飛ばすか、めんどくさいしね。一括選択で B だけ、 B だけ、 B 以上は外してくれないのかな。とりあえず行きましょう。演出飛ばしこ、飛ばしてこ、いきなり来た方がいいでしょ、面白い。 B、 B だけか、何も出ないね、間違えた。よし、まあ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 コインもどんどん増えてるしね。あと30連行きましょう。いや30連であと S、 S じゃない、 A ランク1枚お願いします。演出飛ばすの忘れてた。あと限界突破要因、おーおーおお、B3 枚、え今回初じゃない B3 枚。限界突破要員が来てくれるとなお嬉しい。よしよしよし、 C ランクは1枚100コインか、まあ結構たまるね。はい、行きましょう。ほい、まあ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 、なんかあんま B ランク出てないなもっと出ると思ってたんだけど、あんま出ないね。まあ C ランク以上確定だからね。はい、ラスト10連行きましょう。まああと8連いけるけど、はい、来い。ああ終わっちゃった終わっちゃって、終わっちゃったね。はい、コイン変換ということで、まあコインが10万ぐらいになりましたね。でラスト8連いきましょう。まあここで A ランク出たら嬉しいかな、出ないかな。はい、なしということで、どうなんだろうな。 B ランクはどのぐらいの確率で出たんだろうな、何枚出たんだろう。とりあえず見てみましょうか。検索条件こっちか。何順だっけ、新しい順か、いきましょう。よし、新しい順、1234567101519か、10で A ランク1枚あるから B ランクが18枚と A ランク1枚。まあまあまあいつもよりか出やすいかなぐらいかな。まあ、S ランクはほんとめっちゃねレアだと思うんでね、出た方はほんとめっちゃラッキーだと思います。で次回はね、こちらのアニバーサリー契約書ね、なんとかゲットしましたので、そちらの方を動画にしていきたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。